私はパニコ、35歳、パートをしながら2人の子供を育てるママです。息子のハルトは8歳、娘のパニミは5歳という、まだまだ手のかかる時期だけど、夫のはじめは家事に育児にと協力的だからとっても助かっています。ハルトは妹のことが大好きで、私が家事をしている間よく遊んでくれるから大助かり。お兄ちゃん、パニミにご本読んでくれる前にやらなきゃいけないことがあるんじゃない？あ、なんだっけ。あれ、遊んでもらってるんだよね。宿題。いくらパニミが世界のグルメ版をお兄ちゃんに読んでもらうのを楽しみにしているからって、自分のやらなきゃならないことを投げ出して妹を甘やかすのは間違ってるよ。でもパニミ早く本読みたいだろ。読みたいけど、お兄ちゃんの勉強タイムが終わるまで待てるよ。パニミももう5歳だよ。お子ちゃまと一緒にしないでちょうだい。ありがとうパニミ。さっさと宿題済ませるから待っててね。真剣に取り組まなきゃダメだよ。はーい。優しくておっとりタイプのハルトとしっかり者のパニミだから上手にバランスが取れているのかもね。子供たちは本当に目に入れても痛くないくらい可愛くて愛情たっぷりで育てているのですが、こんな可愛い天使に敵意をむき出しにできる人物もいるからびっくり。パニコ、ちょっと話があるんだけど。え？その人物ってのはこの人じゃないですよ。夫は子供たちのことが大好きですからね。実は今年の子供の日は実家でお祝いしないかって言われたんだよね。絶対嫌だよ。今までだってずっと実家からのお誘い断ってくれたじゃん。今回も慎んでお断りしてちょうだい。それがさ、今回は俺の兄さん一家も駆けつけてくれるみたいなんだ。兄さんにパニミ合わせたことがないし、兄さんたちもハルトのお祝いならってしぶしぶ来てくれるみたいなんだ。でもお母さんたちがね、敵意むき出しなのは何を隠そう義両親。義両親は男の子の孫にこだわっていて、パニミや義兄夫婦の一人娘カリンちゃんにも冷たい態度を取るんです。そうだよな。わかった。それじゃあ俺とハルトだけで行ってくるよ。そうしてもらえると。ちょっと待った。パニミ、せっかく招待してくれたんだからパニミも行きたい。でもパパのお兄ちゃんにも会いたいし、パニミのいとこにも会えちゃうんでしょ。すっごく楽しみだけど。パニミ、おばあちゃんたちの大人げなくて陰湿な対応には慣れてるよ。私がいないとそのいとこだってきっと一人で耐えるのは至難の業よね。私がいればその辺も問題ないだろうし、それにパパとママが守ってくれるって信じてるの。だから子供の日は家族揃ってお祝いしよう。そこまで言ってくれるなら覚悟決めちゃうわね。パパが全力でパニミを守るからね。こうしてみんなで義実家を訪れることになりました。義両親はすっごい熱量で大歓迎。まあよく来たわねハルト。ハルト、お小遣いもあげるぞ。ハルト、ハルト、ものの見事に息子ばっかりね。こんにちは、パニミも一緒だよ。小さくて見えなかったのかな、それとも視力の問題、老いの問題かしら。ああ、いたの。そう、ハルト、わがりわがり。今日はいい日になりそうね。リビングに案内されると、すでに到着していた義兄家族がお葬式モードでお出迎えしてくれました。あ、久しぶりだね。ご無沙汰しています。きっとパニミにされたような対応をカリンちゃんも受けたんだろうな。やっぱり男の子はいいわね。女の子なんてお嫁に行ったらそれっきりになるんだから、可愛がっても見返りなんて得られないものね。やっぱり男の子じゃないとな、女の孫なんてな、なんかこうな。以前会った時よりも嫌な人間丸出しの義両親を見て来たことを後悔しました。後悔しているのはもちろん私だけじゃありません。そんなに嫌味を言い続けるなら俺たちは帰るよ。そうだよ、せっかくみんなが集まってるのに。父さんたちがその調子なら帰らせてもらうからな。まあまあ、
せっかくこの人たちがご馳走を準備してくれたんだから、とりあえず座ろうよ。まだ時が満ちてないしね。あ、今日は子供の日のお祝いだよね。お葬式じゃないよね。それなら辛気臭い顔はやめて楽しもう。パニミ、カリンお姉ちゃんに会うの楽しみにしてたんだ。ふん、カリンお姉ちゃんがパニミの先輩になってくれたり、おしゃれなアドバイスをしてくれる憧れのいとこのお姉ちゃんになる予感はしてるから、今後ともどうぞよろしくお願いします。あ、うん、こちらこそ。パニミちゃん、ほらほら、みんなで楽しく子供の日を過ごしましょう。パニミの言葉にカリンちゃんのこわばった表情が緩んでいくのを見てちょっとほっとしました。シュートの指示で席に座ると、シュートめがルンルン気分で桶に入ったお寿司を運び出したので、慌てて手伝いを申してたのですが、いいから手出しは無用よ、こっちも考えがあるんだから座ってて。一括されてしまいました。考えとはなんて思ったけど、座ってていいならありがたい。ハルトのために奮発して一番高い寿司を頼んだんだぞ。ウニもイクラも入ってるわよ。はい、これがハルトの分、これがパニコさんの分。シュートメはキビキビとお寿司を分け始めました。おいしそう。大人の分はわさびが入っているから、くれぐれもハルトに食べさせないでちょうだいね。ああ、そういうことね。私に手伝わせたくなかったのは、子供用と大人用があるからみたい。さあハルト、たくさん召し上がれ。いただきます。まずはこのエビから。待って。え、ママ食べちゃダメ。え、あ、なんで。ハルトの言葉に戸惑っていると、なんと私の目の前のお寿司を手にしてキッチンの方へかけていったんです。ハルト、おい。ハルトの不可解な行動に驚きつつも、私たちは後を追ってキッチンへ。すると、ハルトが手にしたお寿司を捨てているではありませんか。え、何してるのハルト。ママにこのお寿司を食べさせるわけにはいかない。え、どうして。するとパニミがこう言いました。さては、何か細工があったのね。え、細工。捨てたお寿司見せてください。もういいじゃないの。ハルト、あなたは今日からここに住みなさい。あ、はあ。じいちゃんならハルトの好きなものを何でも買ってやるし、夜中にプリンでも何でも食べさせてやる。部屋の準備してるから心配するな。部屋の準備？どうして部屋なんて準備してんだよ。うるさいわね。今日の目的はハルトをうちで引き取ることだったのよ。パニコさんが私たちに意地悪してハルトに会わせてくれないから、そんじゃずっとここにいてもらったらいいわねってことになったの。はあ、会わせなかったのはあなたたちが娘のことを。ああ、うるさい。娘を押し付けられたらたまったもんじゃないから、わざわざユータたちも呼んで、娘はユータにあげようと思ったけど、この分じゃ呼ばなくてもよかったわね。え、何言ってんだよ。どうして私が子供たちを手放すって。なるほど、不良の事故か何かに見せかけてママのことを。勘のいいガキは嫌いよ。だから女の子は嫌なのよ。まあいいさ、晴れたら俺たちと住むことになるんだ。こんなにあっさり望みが叶うなんて思わなかったわ。あまりの発言に言葉を失っていると、黙っていたハルトが口を開きました。僕、おばあちゃんたちの子になんてならないよ。ママのお寿司に意地悪するような人たちと一緒に住みたいなんて思うわけないじゃないか。やっぱりその寿司に何かあるんだな。見せろ。ダメよ、汚いから。うわ、なんだこれ。袋の中でぐちゃぐちゃになっていたお寿司を見て夫は驚愕。これネタが全部傷んでるじゃないか。え、お寿司が糸を引いているのを見てゾッとしました。しかもシャリから変な匂いも、ってことはお母さんたちは私のお寿司に傷んだものを用意してシャリに何か混入してたってこと。そんなことしてない。ネタが傷んでるのは温かい台所に持ってきたからよ。私が見た時にはこんなんじゃなかったわ。そうだよ、ハルトをうちの子にしたいからってパニコさんを入院させようなんてことはちっとも考えてないぞ。俺たちがそんな極悪非道なことするわけないだろ。そうよ、ハルト、こんな証拠もないのに私たちを疑うような親とは離れるべきよ。
証拠もないのに私たちを犯人扱いするなんて最低だわ。確かに証拠はない。どうしよう。証拠ならあるもん。え？私、おばあちゃんたちがお寿司の匂い嗅いで、これで腹壊すこと間違いなし、救急車呼んでおくかなんて笑っていたの見たの。それに3日前の寿司はさすがに糸が引いてるねって言ってたのも見た。本当なの？嘘つくんじゃないよ。私たちがそんなこと言うはずないじゃないか。そうだぞ。いくら俺たちに嫌われてるからってそんな嘘までついて何が面白いんだ。これだから女の子は。だいたい目撃談だけじゃ証拠にならないのよ。そんなの証拠とは言えないわ。それならこれを見せてあげる。え？かりんちゃんはスマホを取り出してたった今証言した現場の映像を流し始めたんです。いつの間に。何か面白いものが撮れるかもしれないからって言われてずっと録画していたの。言われたって誰に。僕だよ。え？昨日パパのスマホからゆうたおじさんに電話をかけてかりんちゃんに代わってもらったでしょ。その時に何かあった時のために録画をしておいた方がいいってね。だから珍しく俺のスマホを貸してって言ってきたのか。すごいぞ二人とも。これで悪事が暴かれた。悪事なんて人聞きの悪い。誰が聞いても悪意の塊みたいなことしておいて何言ってんのよ。嫁の分際でなんてこと言うんだ。確かに俺たちはハルトを受け入れるためにちょっぴり裏で手を回していたけど、そんなことしなくてもどうせお前は息子に嫌われていたに違いない。そうよ。私たちの方がハルトを愛してるんだから、ハルトだってあなたより私たちの方が好きよね。何言ってるの。お兄ちゃんはママのこと大好きだよ。確かにママは怒るととっても怖いけど、厳しいのも愛情だって分かってるしね。パニミの言う通り、僕はママのことが大好きだよ。それにパパのこともパニミのことも大好きだから、そんな大好きな人を傷つけようとするおばあちゃんもおじいちゃんも大嫌いだ。なんでも好きなものを買ってあげるのに。僕を見くびらないでよ。物で釣れるような人間じゃないから。ママのことを傷つけようとしたことはもちろん、パニミとカリンお姉ちゃんを傷つけたことも一生許さないから。そんな我が家に跡取りが。大層なお家柄でもないくせに何言ってんだよ。ハルト、パニミ、パパの両親のせいで嫌な思いさせてごめんな。貴重な体験ができてよかったよ。この手の人種には子供だとなかなかお目にかかれないし、希少種に出会えたってことで人生のお勉強になったと思うわ。ポジティブ。警察に届けよう。これは傷害事件になるからな。警察？そんなのやめてよ。何でもするから警察だけは勘弁してくれ。本当に何でもするんですか。もちろん。それじゃあ今後一切我が家と関わらないでいただきます。え？そうだね、それがいい。そんな親を捨てるっていうの。その条件に俺たちとも縁切りするって入れてくれよ。お前までそんな。後継ぎどころか誰もいなくなっちまったな。自業自得だよ。待ってよ、高級寿司まで頼んだのよ。そうだよ、パニコさんには俺たちの分の寿司を分けてやるから改めてお祝いしよう。そうよ、これからはカナコとパリミにも誕生日プレゼント送るようにするから。カナコとパリミって誰よ。ダメだこりゃ。え？二度とその声も顔も見せんじゃないよ。大嫌いなお二人と未来永劫を縁切りできるなんて、お母さんのおっしゃった通り今日はとってもいい日になっちゃいました。いしし。いやー、なんてひどー。こうして長年のわだかまりは絶縁という形で幕を閉じました。義実家を出た私たちは義兄家族と一緒に子供の日のお祝いを仕切り直し、これからは義両親抜きで会おうということに。義両親は息子二人に許しを求めたものの、もちろん拒絶。私たちは引っ越しをして、夫は電話番号を変えて完全に縁を切ることに成功しました。パニミはカリンちゃんのことが大好きで、今度義兄の家に一人でお泊まりに行くって張り切っています。いつもおとなしいハルトがあんな行動に出たことにびっくりしたけれど、私たちを守るために立ち上がってくれたことに成長感じちゃったわ。あ、またこっそりプリン食べてる。あ、バレちゃった。私は全然成長してません。ってことは
明日の僕たちのおやつはプリンってことだね。そういうこと。やったー、ママ大好き。おいおい、買ってきたのはパパだぞ。ってことはパパも大好き。パパも二人とも大好き。嫌な人たちと縁を切って、これからも仲良し家族で楽しく過ごしていけそうです。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。